はい、今日からまた Vlog を撮っていきます。今日はみちちゃんと展示会に行くんだけど、展示会行ってそのままお茶したりなんなりするので準備していきます。そしてですね、今日は初めてのイニスフリーさんの提供動画となっております。めっちゃ嬉しい。大好きで、購入品紹介とかでもめっちゃレチノールシカのやつとか、ビタミン C のやつとか、最近の韓国の Vlog でも紹介してたんだけど、それでオファーくださったのかわからないんだけど、とっても嬉しいタイアップ動画となりますので、まあ普通に日常のね、Vlog を撮っていくんだけど、またアイテムとかについては使う時に詳しく見せていけたらなと思います。じゃあ、準備をしていきます。急がなきゃいけません。そしてね、イニスフリーのアイライナーもいただいて、イニスフリーパープルフペンライナー、こんな感じの先端すごい描きやすそうなんだけど、私はブラウン系の色を頼んで、ちょうど今アイライナーがなくなっちゃったところだったので助かる。うわ、描きやすい。めっちゃ描きやすい。もう一塗りで一瞬だったわ。後ろの布団やば。いい感じです。で、ちょっとぼかします。すごい、マジ落ちなさそうな感じ。はい、そしてリップ2色頼んでて、デューイティントリップアームの3と5 5はちょっと、まあ、なんかベリーっぽい色味で、3はピンクベージュ系の色。3を塗ってみます。多分リップバームっぽいから、あっ、針ついちゃった。すごい、え、めっちゃいいんだけど、荒れなさそう。ほんと色付きリップバームって感じ。うん、かわいい、プルッとしてて。3番を塗りました。今日は3番でいこうか。一応5番も塗ってみようか。ちょっと多分色ついちゃってるけど、ティントだし。5番のベリー系は、あ、結構赤いで、いいね。こっちも、え、これめっちゃいいじゃん。おお、赤いね、いいね。乾燥しないし、めっちゃ使い心地よし。今日は3番を使っていきたいと思う。しっかり色がついちゃったんですが、わかるかな、このさ、ジューシーな塗り心地、こういうチュルチュル系で、こういうティント系をさ、下に仕込んどくと、落ちた後もリップバームを塗るだけで色が残ってくれるから、口に色がなくならないので、私はすごく好きです。では急いで着替えて行ってきます。はい、というわけで遊戯公園に向かってます。展示会に行く前に一回イチョウとかの方に行こうっていうふうになって、健陽くんとみちちゃんと代々木らへんで写真を撮ってます。3番キャー、綺麗だこと。はい、というわけで、お家に帰ってシャワーを浴びました。で、今回目玉の商品がですね、こちらのイニスフリーのレチノールシカリペアセラムなんですけど、これは私はもうこんな感じでエンプティーボトルとしてもう一本使い切ったやつで、これも友達に勧められていいよって言って韓国で買ってみて、そっからもうすごいいいなと思ってたら今回お話をいただいた感じだったんだけど、スキンケアの最後にね、やっていくんですが、私は夜だけ使っています。こんな感じで、これちょっととろみのあるテクスチャー、乳白色みたいな感じなんだけど、レチノールって強いやつ使ったこともあるんだけど、やっぱり A 反応で皮がむけちゃったりとか、まあ綺麗にはなるんだけどね。だけどこれはシカリペアセラムというだけあって、もう私は結構お肌敏感なタイプなんだけど、まあ強いし敏感みたいな、結構難しいんだけど、何のトラブルもなくすごい優しく使えてます。で、肌トラブルのアルゴリズムに着目して開発された美容液だそうです。で、トラブルの原因になる過剰な皮脂とか角質にアプローチをしてくれるそうです。で、私は今は特に肌荒れは、ちょっとここにニキビができそうだったんだけど、肌荒れを防ぐっていう意味で使ったり、まあ肌荒れしたら絶対レチシカっていう感じの一品で、これは周りの子たちとかにもめっちゃ勧めてて、周りの子たちもみんな買ってて、韓国とか行くとで、リピート買いまでしてる、やっぱりみんな。で、この間韓国で購入品でも紹介したんだけど、クリームも出てて、それも韓国で買ってみたりとか、結構いろいろライン使いしています。で、朝はまあ明日とかに見せるけど、こっちのビタミン C の方の美容液を使うようにしています。
でパッケージも変わって、私は変わった後から正直使い始めたんですけど、すごいヘルシーで可愛くなったパッケージです。このコロンってしてるのもすごい可愛い。ちなみにスキンケアの最後にこれで終わりでもいいんですが、私はハリが欲しいので、これも韓国で買ったの、コラーゲングリーンティーセラミドバウンスクリーム。ハリが欲しい人はこれがおすすめみたいな感じになってて、購入品紹介でも言ったんだけど、サンプルを手に取ったら、え、めっちゃもちもち最高と思って、せっかくなのでちょっと使ってみたい。すごい良かったんだよね。あ、これ冬はすごい特に良さそう。結構もっちり、やっぱり手に取った時と同じ感じでもっちりしてるテクスチャーですごく良いです。これも私物のグリーンティーヒアルロニックグローアイ&フェイスボール。これもね、韓国でこの間買ったやつ。なんかちょっと肉球みたいで可愛いんだよ。これは朝でも使ってます。朝夜兼用。はい、こんな感じで夜のスキンケアでした。じゃあもうなんかすっごく今日疲れてて寝ます。髪を早く乾かして寝ます。また明日。はい、ということで今日はデイ2です。今からネイリーの撮影に行ってきます。で、今日はすごくバタバタでネイリーの撮影に行って、その後ポッドキャストの収録があって、夜ジミーチューで DJ でバタバタフライデーっていう感じなのでまだリップ出てないんだけど、今日も昨日の同じリップ塗ろうかなと、3番塗ろうかなと思ってます。じゃあネイリーの撮影に行ってきます。はい、今ネイリーの撮影が終わって、とっても可愛いネイルになりました。じゃじゃーん、わかるかな、すんごいマグネットでキラキラ、バレンタインネイル。今日はファンファンさんにやってもらいました。カラーズネイルです。家に帰って余り物ぶち込み生姜焼きを作ってます。明後日から私いないから消費しないとと思って、じゃーん、質素なお昼ご飯これも冷凍なのバレバレですね。ちょっといただきます。うん、美味しい。お仕事中です。すごい格好です。もう意外と、あと、あれやばいじゃん、あと1時間で家出ないとなので、そろそろ着替えたり今日の夜着る服とか決めなきゃ。この後ポッドキャストの収録行って、髪の毛セットしてジミーチューで DJ なので、 DJ のセットも何も組んでないわ。オーマイガー、あと1時間しかありません。やばい、やろう。ジミーチューさんから大きい箱が届きました。これが今日の衣装なんだけど、そのまま贈呈いただけるということで、ありがたい。開けてみます。めっちゃ長い。私足全部入っちゃう？大丈夫かな。後でちょっと履いたのをまた撮りたいと思います。ありがとうございます、ジミーチューさん。ネイルが変わったからありがとうございます。はい、というわけで今からポッドキャストの収録で Amazon Music に来ました。荷物がやばということでということで、今からポッドキャストの収録で、ゆうやくんも一緒です。ありがとう。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Amazon Music スタジオ。今日も洗面所あ、いいね、映った、めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗。洗面所ももさん今日はここにイヤカフがつくので、こっちだけ前髪を出してみました。ありがとう。はい、ジミーチューの DJ が終わって、マネージャーと寿司三昧に来ました。乾杯。お疲れ様でした。作飯です。いただきます。日本は最高。はい、今はですね、ネイルサロンラブル
にネイル、昨日のねネイリーでネイルをすごく可愛くしてもらったんですが、ちょっとお仕事の都合でベージュにしなきゃいけなくて、なかなか私それないんだけど、お直ししに来ました。こんなに可愛いのに。さようなら昨日したんです、松橋に来ました。ということでネイルをラブルで、あのシンプルにね、お仕事の関係でシンプルにちょっとミラーかけてもらったんだけど、やってもらって今から松葉します。はい、今リッチで松葉をしてもらいました。でマーシャルのね、あのエアポッツみたいなやつを最近いただいて、すごいめっちゃいいんだけど、エアポッツプロを買ったばっかりで買わなきゃよかったっていう、すごいいいし、ちょっとなんかおしゃれで最高です。今からケミオくんとお茶して、私夜会食があるので、ケミオくんが帰って、朝韓国私行くから、もうなんかお茶しようってなって、今ケミオくんの元に向かってます。なんとなんとケミオくんがお誕生日プレゼントくれました。アリサさん、実はあのアリサさんの誕生日は12月の27やんやけど、21だった。すごい、多分一番早い、私が確かに一番早い。今年はね、ありがとうございました、ね、開けさせていただいて、ありがとう。キャンドルなんですけど、最高。日本人はキャンドル怖いってそうなんですよ ね、 日本人はキャンドル燃やさへんから、うん、家がで私燃やします。ありがとうございます。優しい、本当に。家に帰ってアンボックス TikTok にあげるわ。ガイルド持ってます？持ってる持ってる、大好き、うん、ありがとうございます。はい、ということでケミオくんに会ってお誕生日プレゼントをもらって、私が大好きなキャンドル、キャンドルは本当にいくつあっても嬉しいので、マジでありがとうケミオくん。ケミオくん納めをしましてですね、今から会食です。鳥松っていう牛松、それこそケミオくんとかテルマちゃんのお誕生日だったところの鳥バージョンが麻布十番にできてあった。鳥松でディナーします。はい、というわけで私はなんとまた羽田空港におります。今から弾丸で韓国出張なんです。今回は私がディレクターしてるオブソブの工場に行ったりとか、まあ、ちょっとそれはまた別のビデオで載せることになると思うんですが、というわけで行ってきます。モアナのバッグ。はい、ということで韓国にいます。スキンケアをやっていくんですが、うちのウルシカ、洗顔もこれ買った時かな、これのクリーム買った時かな、なんかついてきたやつ、これもたまたまイニスフリーで、イニスフリーのグリーンティーアミノフォームクレンザーっていう洗顔、これも泡立ちよくてすごい洗い上がりもいい感じでした。でまたオリアンに行ってちょっといろいろ買い足したいなとか思ってるんだけど、そうで今回の韓国の Vlog はまた別の Vlog でお届けするので、ちょっとどんな内容になるかなって感じなんですけど、お楽しみに。でも寒くて乾燥もすごいので、レチシカの後にこちら、ハリ系の、ハリはハリじゃなくてハリのクリーム塗ります。こういう感じのプルプルテクスチャー、気持ちよさそうな。はあ、では準備をします。お肌こんな感じです。夜レチシカ使って、朝このビタシの方使う、このセットがすっごい大好きで、あの使ったりしてるんだけど、朝も夜もあのレチシカを使うって場合は、朝は必ず日焼け止めをするのがおすすめです。しかも私この旅行のさバッグの中に、これ前のパッケージなんだけど、この試供品のレチシカも入ってるし、入れっぱなしなんだけど、あのもし美容液とかが旅行中なくなった時用にめっちゃ入ってる、イニスフリー。じゃあ支度します。はい、ということで私はですね、韓国出張から帰ってきて、明日ぐらいまでね今回の Vlog 撮っていこうかなと思っていて、今からディナーに、本当6時に帰ってきて8時からディナーなんですが、私の元気がすごいです。そして家に帰ってね、化粧したぐらいできる女です
で今日は久々にマルゴットっていうめちゃくちゃ美味しいレストランがあって、そこに行くんだけど、そこでお誕生日をお祝いしてくれる。まあたまたま誕生日だっただけなんだけどね。あの、私が予約をしたんだけど、多分あさみちゃんか誰かが電話でケーキを言ってくれてたっぽくって、私に予約の確認の電話が来た時に、お誕生日プレゼントもご用意できておりますのでみたいなことをその店員さんが言って、あ、そうなんですかと思って。ありがたいね。はい、なのでご飯食べていきます。お肌はツヤツヤです。今日は朝はビタシーの方を使いました。ということで、朝今日2本ズームしてランチ食べてサクッと、今銀座6に来ています。6でのオフィスの方で打ち合わせがあるので向かってます。銀座と思えない、ちょっとまあカジュアルだけど銀座なのでダウンじゃなくてジャケットを着てみました。ということでズームを入れて3分打ち合わせでもう日が暮れます。マジでアップデートしたいことめっちゃあるんだよね。今回の Vlog もトークを入れられてないんじゃない私。本当にね、10月から超バタバタバタ子さんで、本当にちょっとやばいなと思って、実はっていうか、まあみんなには何も関係のないことなんだけど、私的にはちょっと大きなことで、自分のパーソナルアシスタントっていうもの、まあ秘書みたいなことをやってくれる子をつけて、まあ正式には年始から一緒に働いてもらうんだけど、自分の仕事の漏れとかがなくなったりとか、全部こう追ってもらえる、追ってもらって身の回りのことだったりとかやってもらったりとか、そういう子を雇うことにして、そうだから来年もこのまま忙しく続いてほしいから、忙しくなってほしいなって思ってるんだけど、だから頑張ろうって思っております。話したいことがあったの、だから家帰ったら話すわ。まずは明日から、また北海道なので、昨日韓国から帰ってきたんですけど、明日から北海道なのでパッキングをして、で夜会食があるんで化粧して支度してみたいな感じっす。はぁ、だけれどもお肌、そうさっきランチの時にさ、私肌綺麗すぎだろって思ってました。後ほど。はい、ということで帰ってきて、あとまあ私には2時間ぐらい時間があるので、お仕事してパッキングしてやるんだけど、やだこのアングル可愛くない、貸したいけれどもちょっと持ってるのが大変なので、ティッシュの箱にでも置くか。話したいことっていうか、みんなにね、あの言いたかったことがあって、リアルタイムで話したかったんだけど、代々木公園をキミヤくんとみちちゃんと歩いてたの。その日結構歩いて、その日に代々木公園でめちゃくちゃ可愛いあのフレンチを連れてて、あのすごいレアな色のグレーの高そうなフレンチを連れてる男性がいて、で可愛いとか言って犬に話しかけてたら、その男性が上野ありささんですよねみたいな感じになって、で、はいみたいな、私仕事の男性に声かけられる時って大体仕事の人かなっていうようななんか感じだから、あ、はいみたいな言ったら、あ、みたいな、うわーみたいな、結構やばーみたいになってて、なんだろうって思って、あーどうもーみたいな感じで言ったら、いや俺の嫁が香港のファンミに行ってたんですってなって、で香港のファンミなんてさ超クローズドだからさ、みんなのもちろん顔もやってることとか、まあ名前も覚えてる子もいるしっていう感じで、したらなんか一人ね、松葉杖をついて来てくれてる子がいて、でその子で、で結婚した、私も結婚したんですとかいう話とかをしてて、その旦那さんだったので、しかもその旦那さんの話っていうか、結婚してどうのでっていう話をしてたから、みたいな、しかも香港から帰っても1週間以内とか、ほんと3、4日後ぐらいの話で、めっちゃびっくりして、で、あの頃旦那さんなんですねみたいな、で話聞いてましたよっつって、でその場で旦那さんがあの奥さんにフェイスタイムして、わーすごいよみたいなのをやって、心が温まるっていうかさ、ワンエピソードだったわけで、いやすごいなーって、なんかいろいろつながるなーとか一人で考えてたんだけど、でその日に、まあ、みんなで3人でご飯食べて、でご飯終わって普通にコンビニに入ったの。充電器を返さなきゃいけなくて、コンビニに入ったら、あのまた男性に上野さんですよねみたいになって、私はもう完全に仕事の人だと思ったから、あ、お疲れ様ですみたいな、なんか感じで言ったら、あの実はみたいな、僕がお付き合いしている方が、なんだっけ、上野さんの Q&A の YouTube を読まれたみたい、質問を採用されたみたいでとか言ってくれて、あ、そうなんですねみたいな、
でそれたまにあるから、あそうなんですねみたいな、どの質問だろうぐらいの感じでいたら、それのおかげで、そのなんか答えてくださったおかげでその方とお付き合いできたんですって言われたの。ってなるじゃん。だからなんかまあそれはなんで、それが1日に起きたの。その2回その男性から声をかけていただいて、そのつながりがあってとか、みたいな。で私もさ、もう毎月 Q&A やってるから、一連の質問とかも結構あるから、ぶっちゃけそれがどの質問なのか未だにわからないんだけど、多分え、いいじゃん付き合いなよって言ったんだろうねそれでなんか、まあ、もちろん私が言ったから付き合ったわけじゃないだろうけど、そういうのもあってこう付き合ったみたいで、なんかだからありがとうございますみたいな感じで言ってもらって、なんかその質問してくれた子じゃなくてさ、その相手方に会ってみたいな、なんかそれとかも結構私的には上がる出来事で、なんかすごい私もしかして人の人生にちょっと影響しちゃってるじゃんっていうのをそれでなんかすごい感じて、そのポジティブな意味で、これだからやめられないわみたいな感じで思ったんだけど、なんか本当に、まあ、それはさポジティブな発信の方だけど、すごいそれがめっちゃ嬉しくて、しかもその方はなんかたまたまお仕事もちょっとつながりがあったりとかで、あそうなんですねまたみたいな感じでお別れしたんだけど、もちろんそれがアメブロなのかもしれないし、いろいろあるだろうけど、こうやって YouTube やることによっていろんな人ともっとなんだろうな、ね、知ってもらえたりとか、 Q&A が好きな子たちも一定数いるから、そうコミュニケーション取ったりとかして、今までなんかやってきたことがこういい意味で自分に返ってくるというか、リアクションとして良かったなと思って、みんなに話したいと思ってたら忙しすぎてちょっとお話しする機会がなくって、ちょっと時間が空いちゃったんだけど、そう、そんな素敵な話がありました。ということでお仕事しますはい、そんな素敵なお話でした。はい、というわけで帰ってきて、ご飯会食行ってて、帰ってきてもうやばい、もう12時過ぎてて、パッキングしなきゃだし、明日は午前中イベント行ってから羽田って感じなの でパッキングもまだ終わってないし、もう本当にやばい。年末ラストスパート頑張っていきます。はい、化粧水の後はじゃん、こちらインディスフリーのレチシカです。それで 2から3プッシュぐらいしてるかも。本当にあの肌荒れを防ぐ目的でもいいし、肌荒れした時に使うのもいいし、夜ね私は基本使ってるって言ったんだけど、朝とか会う時には必ずすっぴんだろうとなんだろうと日焼け止めを皆さんお忘れずにお願いいたします。はい、そんな感じで今日はインスフリーの提供動画でした。ありがとうございました。本当にね、今までの Vlog とかでも登場したぐらい、あの普段から使ってて好きだったプロダクトだったので、ぜひぜひあのレチシカ気になった方は皆さん概要欄にリンクを貼ってるので、チェックしてみてください。であとね、あの他にもお気に入りのものは今回の Vlog でも紹介したんですけど、多分今後も Vlog にたくさんあの出ては Vlog とかなんか何そういう動画にこれから出てくると思うんだけど、ぜひぜひ使ってみていただけたらと思います。本当にね、これ私のもともと友達に、もちろん名前は出さないんだけど、友達に勧められて買って、そこから私の友達にもたくさん派生して、みんなもうリピート買いしてるぐらいみんなが気に入るアイテムですので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。